小室山は、静岡県伊東市にある標高321メートルの山、眺望に優れ、同市の観光スポットの一つ、山頂周辺及び北西山麓に小室山公園が造成されている。道山は、伊豆半島の東部にある伊豆東部火山群を構成する小型の火山で、およそ1万6千年前の噴火によって形成されたスコリア級である。西から見た。 小室山火山小室山火山のスコリア級の直径は、ふもとで700メートル、ふもとからの飛行は150メートルほど、山頂には小さな河口のくぼみがある。小室山火山は、伊豆東部火山群で最大の5億3000万トンもの、多量の溶岩を四方に流出させている。登録の川な、ホテルゴルフコースはこの厚い溶岩流による、 平坦面上に作られ、川名港の入り江もこの溶岩流が海に張り出したことによるもの。山頂の河口の窪みに小さな小室神社が置かれている。小室神社の歴史は1703年の元禄地震で壊滅的な被害を受けた小田原藩の藩主であった大久保忠松によって1705年に創建されたことに始まる。祭神はあたご大言言。 琴平大ラ・は小結びの大ーはの3つ。小室山はかつて草山であった。1962年頃に植林が行われ、1962年10月1日に東海自動車によって観光リフトが開業。1966年に山陸の小室山レストハウスが開業した。山体西側に観光リフトがある。また遊歩道が整備されており、徒歩でも登場が可能である。 山頂には展望台もあり360度の眺望がある。なお、最六の小室山公園では、筒子が広範囲に植樹され、春には筒ツ子ツ祭りが行われる。小室山から東側180度の眺望。左端が北で、右端が南。眼下に広がるのは相模灘。右方向に伊豆大島が見える。中央部の平坦面が、 小室さんの溶岩流の上に作られた川名ホテルゴルフコース。ありがとうございます。